AST ホットニュースです。写真の世界の動きを詳しくお知らせいたします。次は我々の写真ニュースです。ウクライナで空襲のサイレン、ロシアのミサイル50発以上発射。12月16日の朝はウクライナ全土で空襲のサイレンが鳴り響く中始まった。ミコライフ州軍西部のビタリー・キム部長は約60発のミサイルが発射されたと発表している。最初のミサイルが来ている。約60発と予想される。すでに北部のウクライナ領内を通過している。8時に東部で空襲警報が鳴り、その後ドニプロ川左岸全域に拡大した。8時10分、キエフで空襲警報が鳴り、その後ジトーミル州とビニツィア州で鳴った。8時15分の時点で16の州で空襲警報が鳴らされた。8時33分、ウクライナ全土で空襲警報が鳴らされた。テレグラムチャンネルは、ロシアが KH-101 ミサイルを発射したと伝えた。空襲警報は、ミサイル攻撃の脅威を意味する。住民は避難するよう勧告されている。キエフの3つの地区で爆発。12月16日に空襲のサイレンが作動した際、キエフを爆発が襲った。キエフ市長のビタリ・クリチコがテレグラムで伝えた。首都のデスニャンスキー地区で爆発があった。すべての救急隊が現場に向かっている。その後、市長はドニプロフスキー地区で別の爆発があったと付け加えた。9時43分、クリチコはホロシエフスキー地区で別の爆発が発生したことを報告した。クリチコ氏は住民に避難所での待機を呼びかけている。キエフ市軍政局は、キエフで防空システムが作動していると報告した。その後、クリチコは、エネルギー・インフラの被害により、首都のすべての地域で水の供給が停止していると付け加えた。クリチコ氏は、専門家がすでにシステムの安定化に取り組んでいることを強調し、住民に対し、万一に備えて飲料水や生活用水を用意するよう呼びかけました。キエフ州で防空システム稼働。ジトーミル州にミサイル接近か。12月16日朝、キエフ州で防空システムが稼働し、ロシアのミサイルがジトーミル州の空域に接近していると報告された。キエフ地方軍政局長のオレクシー・クレバ氏がテレグラムで伝えた。キエフ州の住民の皆さん、防空システムは同州で稼働している。敵は大規模にウクライナを攻撃している。脅威は大きい。シェルターで待機せよ。また、住民に写真撮影やネットへの書き込みをしないよう呼びかけた。同時にブネヒコは、ロシアのミサイルがジトーミル州の領空に接近していることを報告。住民にシェルターで待機するよう呼びかけた。その後、キエフ州警察のアンドレイ・ニビトフ長官は、警察が対空防衛によって撃墜された敵ミサイルの破片を発見したと述べた。ザポリジャー州、15回のミサイル攻撃を受ける。ザポリジャー州当局から、ロシアのミサイル攻撃が15回あったと報告されました。攻撃の結果は現在確認中です。ザポリジャー州軍西部のオレクサンドル・スターク部長がテレグラムで伝えた。現在、我々は十数回のロシアのミサイル攻撃を知っている。敵の攻撃の結果は確立されつつある。すべての関連サービスは稼働している。スタルーフ氏は、被害を受けたインフラが修復される間、一時的な制限を受ける可能性があることに備えるよう、住民に促した。ハリコフ、キエフ、ドニプロペトロウシク州で爆発がありました。ロシア軍はエネルギー施設を攻撃。ロシア軍はハリコフのインフラ施設を攻撃しており、ドニプロペトロフスク州に向けて占領軍のミサイルが発射され、ジトーミル州に向けてミサイルが発射され、キエフ州には防空システムが配備されている。ハリコフでは爆発が起きている。敵はインフラ施設を砲撃している。皆さんには、できるだけ注意し、可能な限り避難所にいるようお願いします。ハリコフブレネゴハリコフエネルギー会社のスポークスウーマンであるマリナ・シェフチェンコは、ハリコフは完全に電気がないことを報告した。ミサイルがドニプロペトロウシク州に向かっているシェルターに避難してください。また、キエフ州では防空システムが配備され、ロシアのミサイルがジトーミル州の空域に接近していることが報告されている。ポルタバ市のオレクサンドル・ママイ市長は、同市も停電していると報告した。キエフ市長のビタリ・クリチコは、首都のデスニャンスキー、ドニプロフスキー、ホロシエフスキー地区で爆発が発生したと報告した。同市長によると、
すべての救急隊がすでに現場に向かっているとのことです。また住民に避難所での待機を呼びかけている。現在首都では地下鉄の全線が一時的に機能していない。地下の駅が避難所として機能している。クリビエリ市軍政部長のオレクサンドル・ビルクル氏は12月16日朝、ウクライナに対する大規模なミサイル攻撃があり、クリビエリにミサイル攻撃があったことを報告した。ウクライナ大統領府副長官キーロ・ティモシェンコは住宅への攻撃があったことを付け加えた。被害が出ている。瓦礫の下に人が閉じ込められている可能性がある。すべての救急隊が現場で活動している。瓦礫の下敷きになっている人がいるかもしれない。ポルタバは電気が通っていない。住民の皆さん、落ち着いてください。電気がない間はすべての電化製品の電源を切ってください。ヴィニツィア州議会議長ピアチェスラフ・ソコロビーは防空システムがこの地域で作動していることを確認した。ヴィニツィア州では防空システムが稼働しています。安全確保を怠るなと警告を発した。クレメンチュク市長ビタリー・マレツキーは12月16日の大規模なミサイル攻撃の結果、電力供給の不足に加え、クレメンチュク・ポルタバ州では暖房供給がないことを報告した。12月16日の朝はウクライナ全土で空襲のサイレンが鳴り響く中始まりました。ミコライフ州軍西部のビタリー・キム部長は約60発のミサイルが発射されたと発表している。 EU 首脳会議、ウクライナへの軍事支援、特に防空面での支援を強化することで合意。12月15日木曜日の会合で欧州連合 EU 首脳はウクライナへのさらなる軍事支援を強化するとともに、ロシアの戦争犯罪に対する責任を追及する努力を方向づけることに合意した。 EU は特に欧州平和ファシリティと EU 軍事支援団を通じて、また特に防空能力と支援といった二国間支援の提供を強化することにより、ウクライナに対する政治軍事支援を行うことに引き続き尽力する。欧州理事会は前述の通り、ロシアのウクライナに対する侵略戦争に関連する戦争犯罪及びその他の最も深刻な犯罪に対する完全な説明責任を確保するためのさらなる努力を歓迎し奨励した。このうち EU で凍結されているロシアの資産をウクライナの復興のために使用し、同国に生じた損害を補償することを目的としたさらなる取り組みについても言及された。 EU 諸国の首脳はロシアに対し侵略戦争を終わらせ、ウクライナから軍を撤退させるよう引き続き集団的圧力を強めていくことを強調した。欧州理事会は EU の第9次制限的措置パッケージや国際石油価格上限制度を通じたものを含め、 EU の対ロ制限的措置が強化されたことを歓迎する。 EU は制限的措置の強化を継続する用意があると首脳会議の結論は述べている。 EU 加盟国の首脳はウクライナの公正な和平への取り組みを支援する用意があること、そして今日までロシアは公正で持続可能な和平に関する真の意欲を示していないことを述べた。11月末現在、 EU はウクライナに80億ユーロを超える軍事支援を提供している。また EU 理事会は EU が加盟国に対してウクライナへの武器供与の払い戻しを行う欧州平和ファシリティの容量を20億ユーロ増加させることで先に政治的合意に達している。コンテンツは終了しました。ご気分はいかがでしょうか。少しでもこのローガーを楽しんでいただければ幸いです。気に入っていただけたらグッドボタンを押してください。コメント欄であなたの考えを教えてください。